こんにちは、YouTube コです。今日はですね、ちょっとね、出張で奈良に来てまして、今日は車の中で配信してみようと思います。僕はね、部類の車好きで、今まで様々な車に乗ってきました。で、今は愛車の一つがこのマセラティグランツーリスモ。初めてね、この車内で動画緊張してますけども、早速ね、やっていきたいと思います。今日ね、お話ししたいのは、浪人生、現役生、まあ、関わらず、この1年間で成果を生み出すために、この時期こういうことをやっていかないといけないよねっていう年間のスケジュールを、まずね、全科目共通して言えるところを話した上で、各科目ごとにお話していこうかなというふうに思っています。まずね、基本設計というのがあります。で、これはね、どの科目もこのプロセスを経て得意になりますよっていう意味なんですけども、まずね、基礎力養成期間っていうのが、ここで基本的な知識、基礎的な知識が考え方、そして勉強法もここでね、しっかりね、身につけていってほしいなと思います。で、これを踏まえて次にね、標準学力養成っていうふうに書いてるんですが、これはいわゆる高校の内容で学ぶこと。レベルで言ったら、センター試験とか共通テストレベルのところまで仕上げていきましょう。で、ここでね、一つ大事なポイントというのは、まあ、センターとか共通テストっていうのは、ただ基本的な事項を覚えただけとか標準的なことを覚えただけでは点数は取れなくて、しっかりその覚えた知識を応用させて問題を解くっていうプロセスを経ないと点数が取れません。そこまでここでやりましょうということですね。で、最後の応用力養成期間というのは、次第の個別入試や国立の二次試験とかね、難しい問題に対応していくために過去問演習を中心に勉強していきましょうという流れですね。この流れをまずね、最初に押さえていてほしいなと思います。あとね、注意すべき点としては、この応用力養成期間というのはね、科目によってはいらなかったりする場合もあります。そこもね、この後お話していこうと思ってますが、残念ながら英語とかね、数学とかね、現代文とか、そういう主要科目は、この応用力を養成期間は絶対必要かなというふうに思います。で、まずね、じゃあ次、科目別に話していこうと思ってます。科目別はね、英語と数学 1A、2B、この2つのグループで話していこうと思ってます。で、この後、現代文、古文、社会という順番で話していきます。まずね、英語と数学 1A、2B、まあ、4月、5月はね、基礎力養成期間として2ヶ月やってほしいなと思ってます。で、英語で言えば、中学レベルの単語、文法、これはもうマストですね。絶対やってほしい。数学で言えば、計算力をしっかりね、身につけてほしい。中学レベルの方が非常に大事です。そして、中学レベルの数学、これもしっかりマスターしましょう。こういうね、基礎がしっかりできた上で、初めてね、高校で学ぶこと、これが生きてきます。ということで、次に、6、7月で標準学力養成期間として設定してるんですが、英語で言うと、解釈70とかね、あるいはセンター試験、読解点数が面白い方の取れる本とか、ここら辺を最低限仕上げてほしい時期として設定してます。で、数学で言えば、1A、2B の基礎から標準的な解法をしっかりね、覚えて、そして応用問題にも対応できるようにしてほしい。具体的な参考書で言えば、合格数学当たりまではしっかりね、やってほしいなと思います。8、9は何やるか。まあ、英語はですね、まずは英語長文。これが一番大事な分野ですから、英語長文でしっかり点数が取れるように過去問演習していきましょう。で、過去問がかなり解説がね、不足しているところがあるので、そこは先生とか勉強できる友達に聞くとか、あるいはオンラインのウェブ家庭教師を一時的にね、活用するとか、まあ、そういうことをして最後で引き上げてほしいなと思います。過去問演習を自分一人だけでやって、なかなか点数上がるっていう人は少ないですからね、そこはちゃんと注意してほしい。そして過去問をやると自分のね、苦手なところが見えてくるので、そこも強化していきましょう。特に単語とか熟語とか、そういうところがまずね、不足と感じる人も多いかもしれません。で、数学に関しては、過去問を徹底的にやり込んで、過去問を解くときは自分が覚えた解法をどう組み合わせておくかという観点で、ね、ぜひね、応用力を養成してほしいと思ってます。で、数学の勉強法はね、まあ、この、たった数十秒で課題尽くせるものではないので、ぜひね、YouTube 以降で満点が取れる数学勉強法というね、そういう動画出してますから、そっちの方をぜひ見てほしいなと思います。で、英語に関しては、英作文とか、英文法問題とかはいつやるかっていうと、僕は基本的には、まあ、11月、12月とか、1月入ってからでもいいかなと思ってます。直前の対策をした方が、それらの分野は取りやすい。要は暗記の部分が非常に大きいので、早めにやっちゃうとね、その分復習するコストがね、すごくかかっちゃうので、要注意。で、次、現代文。現代文はね、非常にこう、内容としては少ないですから、4月に基礎力をね、しっかり養成し、中学レベルの漢字、そして中学レベルの現代文の解き方をしっかりマスターする。そして、5、6で、もう、ここがね、一応メインなんですけども、入試現代文のアクセスあたりをしっかりやって、標準的な学力を身につけましょう。7月以降で、まあ、過去問に入っていって、ここでもう、ね、7月中に現代文の型をつけてほしいなと思います。で、過去問演習やっていくんですが、次第で難しいところを受ける人は、ミラクルアイランドという参考書をね、過去問演習の一環としてやってしまうといいかなと思います。あとは分野別強化としては、漢字の意味とか言葉の意味不足する人はね、ここでしっかりまた強化してほしいなと思います。次に古典ですね。古典は現代文が仕上がってからやった方がいいので、まあ、8、9ぐらいから始めていく。まずは基本的な文法、単語をしっかり押さえていきましょう。で、10、11月はセンター試験満点のコツなどの、そういう読解の仕方をね、学んでいって、で、古文上達基礎編あたりまでやってしまうと非常にいいでしょう。で、12月以降はね、ここまあ過去問やっていくんですが、意外とその古典に関しては標準学力養成期間でもう過去問十分点数取れる人も出てくるので、もしね、もうその
その標準学力養成機関の勉強が終わって過去問点数十分取れるんであればね、もうこの応用力養成機関はいらないかなと思います。で、最後社会ですね。社会に関しては他の科目と違って基礎力養成機関が非常に長いです。で、この意味としては何かっていうと、まあ、基本的には秋口から本格的に勉強すればいいんですけども、例えば早稲田とかあるいは国立の二次試験で社会を使う人はね、かなり難しい問題を問われるわけだから、その4月ぐらいから少しずつやってた方がいいかなと。あくまでもサブとしてやっていきましょう。この C5678 とかね、そこら辺はもうメインの主要科目が一番ね取り組まないといけないものだから。で、とはいえ何もしないとなると結構ね後半かなりきつくなるから、ここでやっておきたいのはまず中学レベルまでの復習と、そして流れですかね、という全体をつかむ実況中継とかナビゲーターとかそういったものを使うといいかなと思います。で、9、10からね、まあ、本格的に勉強していくんですけども、例えばセンター試験レベルまで仕上げてしまうとかなりね、センターの社会は難しい方だと思いますので、まあ、そこまでしっかり仕上げていくと。どういう参考書をやればいいのかっていうのはまた YouTube 以降の方ですでに公開してますので、そちらの方ぜひ見てください。で、最後ね、11月12月以降、まあ1月2月、まあここら辺はね、もうむしろこの社会のための期間というふうに僕は捉えているので、ガツガツね、ここで過去問演習やっていくのは大事だし、過去問やって足りないなと思ったところを強化していくってことも大事だし、なかなかね、こう最後ね、心が折れちゃう人が結構社会多いんですね。だから気をつけてほしいのは、もしね、なかなかやる気が出ないのであれば、一旦あなたが今まで学んできた参考書とか、これから学ぼうとする参考書を辞書として使って過去問解いてみて、例えば次第だったら7割超えるかどうか確認してほしい、ね、でもし辞書的に使って7割取れるんであれば、今その目の前の参考書をしっかりやればね、受かるんだっていうふうに見えますから、ボールが。そしたらやる気がね出てくるかなと思います。ちょっとね、駆け足でバッと話していきましたが、この大きな流れをね、基礎、標準、応用という流れを抑えていただくってことは、すべての科目で重要なことです。ぜひね、意識的に取り組んでほしいなと思います。そしてね、同時期にすべての科目を一気にやることは、非常に効率が悪いです。人間っていうのは、できるだけやることを絞って集中した方が上達しやすいので、やっぱり最初は主要科目、ここに集中してやっていった方がいいかなと思います。ぜひね、この動画が参考になったという人は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日は以上です。今ですね、この YouTube 備考の LINE を用意しました。シーズンによってね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法というこのね、電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド、これはですね、早慶の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これもPDF の電子データを渡します。すぐ送ります。3つ目のプレゼント、パン、ね、英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね、全12項の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。皆さんからの登録をお待ちしています。